クスリング店の大場水戸です。本日、イカメタルの、取材に伴って、イカメタルの、調校をしたいと思っています。で本日使う、タックルがですね、シマノのセフィア、メタルスッテ、リールがシマノのオシアコンクエスト CT、300HG を使っております。ラインは P0.85、ミチートがリーダーが、4号で調整しております。で、そのリーダーの間にですね、ドロッパーを、リーダーなんですけどジグとの間にドロッパーをつけます。今回は、ドロッパーをつけますので、真ん中に NT スイベルさんのイカスイベルで、リーダーが4号で調整しております。普段はエラスを出して、広く探る釣りをするんですが、今日は、直結の仕掛けを使って、イカのあたりを直で出すために、枝層を出さずに、調校したいと思っています。で大体このリーダーの長さなんですけど、ドロッパーとジグの間は大体60センチで調整しております。あまり長すぎる と、ちょっと回収に大変になっちゃうんで、あまり長くせずに今日は短めでちょっと調校したいと思っております。本日、使う、ジグと、ドロッパーなんですけども、コモジグさんの、コモイカジグエボ 2100g とヤマリアさんのオッパイスっての4号を使いたいと思っております。大津島の場合は水深がちょっと 深いので、だいたい80から90の、層になるんですけども、最初はやっぱ深みにいるので、少し、暗くなって、船の明かりがついたら大体30から50メーターぐらいで、乗るようになりますので、その時はまた、道具が変わりますけども、最初は、ちょっと重めの 100g を使って、実調したいと思っております。食べないような気がするけど、やりが2杯。